やった血塗ったけど、やっと食ったよ。いくね、チヌさんはやっぱり強い式だ。この竿の曲がりが綺麗に見えてて嬉しいです。レンダバールさんが、うわ突っ込む、耐えていく。竿の曲がりがいい感じに、おーかっこいい。真っ黒のチヌめっちゃ引いてる。しっかりと口にかかってます。よーし、入ったー。でまたいいサイズに見えるけど、何よりベンダバール入魂完了。シーバスじゃないけどね、いいとこにしっかり口にかかってます。ここにかかってればバレない。はい、プレートバイブ 20g の色ですね。はい、ちょっと外してあげようと思います。入魂完了。シーバスじゃないけど、はい、失礼します。はい、またね、48センチぐらいのしましまがちょっと残ってる。おお、めちゃくちゃ綺麗なチヌですね。すごい引いてくれました。ありがとうね、食ってくれて。はい、いけるかな。だいぶ戻ってきたか。おい、うわー、怖い怖い怖い。よかったです。やっぱりね、また岸際から、まあそうですね、4、5メーターぐらいのところに落として、クリ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 って巻いてきたらね、グンって入りましたね。はい、昨日よりかは、昨日でしたっけ、おとといでしたっけ、まあゴンっていうよりかはちょっとノンって感じでしたね。はい、プレートバイブの 20g でした。はい、お疲れ様です。これも今日は帰ります。11時になっちゃったから帰ります。はい、どうもおはようございます。今日はめちゃくちゃ早いです。9月3日6時11分です、今日は H に来てます。ですね、濁りは相変わらず砂煙が舞ったようなマッティです。はい、かなりのマッティですね。ヤングラさんは上流側に1名、下流側に0名、エライス側に、確認できないかもしれません。今潮位が高いので多分いらっしゃらないかな。ちょパッと見いらっしゃらないです。あ、1名いらっしゃいましたね。三宅川より下流域 100m、50m、75m ぐらいのところに1名いらっしゃいます。 24.2 度です。水温はさあ、今日は友達は走りに来るのか。雨ですからね、ちょっと雨予報なんで、ちょっと走りに来ないかもしれない。はい、今日はスーパーサミー126七尾団地前レモンでスタートです。こちらですね、よろしくお願いします。リーダーちょっと強めにしてパワーファイト前提でいきます。よし、一発で食ってこい。もうちょっと飽きめいてきてるのかもしれないですね、かなりもう。なのでロングロッド持ってきて沖を探ろうかなとも思ったんですが、この近距離戦の H をね、このロッドで制したいっていうのがあるので、ちょっとこのロッドで行きました。2プラス 78ml ですね。ちょっとブレーキ強かった。ちょっと追い風用、相当向かい風用バージョンに、ブレーキがちょっと強くすぎてるかな。もうちょっと風があるかなっていう予報なのと、あと雨がね、もうちょっとあるのかなっていうつもりだったんですけど、雨はもうちょっと後から降ってそうですね。浦安側の方はだいぶダークな感じの曇り方をしております。ちょっとこっちか、流れがね、まだ弱いです。もうちょっと早くてもいいかなと。うわー、光った、やば。浦安側は結構雷鳴来てますね。
一応長靴とカッパのズボンと両方持ってきてるんですけども、ちょっと7時ぐらいからね降ってくる予報なんで、あと1時間後ぐらいがもうちょっと降ってきちゃうのかなって感じです。降り方によってはね、あんまり長いことできなそうなんで厳しいですけど、今日はお休みなんですけどね。やば、目覚まし来た、目覚まし出てきた。お、そこ燃やった、そこ燃やりましたね。わあ、雷鳴が結構来たね。一旦ちょっとね止めて様子見るかな。はい、すいません、今日はアングラさんこっち側は少なしと、まあどっち側も少ないですね。なんならこっち側の方が2名で、あっちが1名、裏側が1名なので、こっちの方は今日は多いのかなって感じです。はい、こんな感じで朝の休憩動画でした。多分ね、天気悪い予報だったから空いてるんだなと思いますよ。はい、失礼いたします。はい、7時21分ですね。ちょっと腹が痛かったんで一回 H から離脱してお手洗いを済ましてから、ちょっと浦安側の方に、ね、雨降ってきてるんですけど、ちょっと移動して、まあ、ちょっとこのアップで打っていって探っていこうかなという状況です。なんとかチヌシーバス頑張っていこうと思います。はい、アングラさんは僕のかなり上流側のほぼ三宅川河口あたりに1名いらっしゃいますね。はい、あと下流側は0名です。はい、やっていきます。はい、9時半までちょっと浦安でも頑張ってみたんですけど、釣れそうなんですけどね、めちゃくちゃ汚れができてて、濁りもそんな悪くないし、水温も24度なんですが、もうすれすらないですね。鉄板を3つぐらいなくして終わりましたって感じです。アングラさんは僕の他に1名いらっしゃるのみでした。はい、そんな感じです。少ないですね、アングラさんは。はい、じゃあ失礼いたします、帰ります。で、帰ってちょっと場所移動するか考えます。はい、お疲れ様でした。